皆さん、こんにちは。出産後からスタートする赤ちゃんとの生活。この動画では赤ちゃんとの生活に向けて、準備したいことや気をつけたいこと、相談先をご案内します。動画の内容は、この4点です。まず、1点目として、生まれたばかりの赤ちゃんの特徴をお伝えします。 生まれてすぐの赤ちゃんは首が座っておらず寝かせると手は W 字型足は M 字型になります耳は聞こえていますが視力は0.1ぐらいで30センチぐらいのところにピントが合うようになっていますこれは抱っこをしたり授乳をする時の距離なので抱っこをしたときに目を合わせて優しく 声をかけてあげましょう視力が未成熟な分嗅覚は敏感でママの匂いが大好きですお肌もデリケートなので毎日お風呂に入れてきれいにしてあげましょう次に2点目として赤ちゃんの抱っこの仕方を実際の動画でお伝えします豊田市子育てボランティア 腰保健推進員さんに実際にやってみてもらいましょう赤ちゃんに声をかけてあげてくださいちゃん。両手で頭を軽く持ち上げ左手で首の下を支え右手で肩を軽く挟みます自分の体を赤ちゃんに近づけて持ち上げます 右手を背中に沿わせて首の下まで伸ばし、この手で赤ちゃんの首を支えます。左手の肘に赤ちゃんの首を乗せます。抱っこを安定させるため、左手で赤ちゃんの体から太ももまで支えます。赤ちゃんのお腹と自分のお腹がくっつくように体に沿って丸く抱っこしてあげると赤ちゃんも安心です。 左手で太ももをしっかり持ち、お尻を支えると、右手を抜いてもラッコが安定し、右手がフリーになるので、ミルクを飲ませてあげたりと、赤ちゃんのお世話ができます。3点目として、赤ちゃんとの生活で大切なことをお話しします。まず、お部屋の温度は季節を問わず、25度前後になるようにしましょう。 こまめに換気をすることも大切です暑い季節は除湿に心がけ、汗もができないようにこまめに汗を拭いたり着替えをしましょう寒い季節は乾燥対策をして肌荒れを起こさないよう保湿をしましょうまたおむつはこまめに変えておむつかぶれをしないように気をつけましょう 最初は新生児サイズから始まりますが、成長に合わせて S サイズ、M サイズとおむつのサイズは大きくなっていきます。布おむつと紙おむつがありますが、それぞれの特徴を押さえた上で選びましょう。赤ちゃんの衣類として、肌着は短いものやコンビになっているもの、長いものと、 様々なタイプがあります赤ちゃんは新陳代謝が活発でよく汗をかきます。また赤ちゃんのうんちは水分が多くおむつから漏れて背中側の衣類が汚れてしまうことがあるので肌着は洗い替えも含め少し多めに8から10枚程度あると安心です。赤ちゃんの服はデリケートな肌に 縫い目が直接当たらないよう中表になっています。また買ってきたり誰かから譲ってもらった衣類は赤ちゃんに着せる前に必ず洗濯をしてから使いましょう。衣類の調整については寒い季節でも室温が25度くらいに保たれている室内であれば薄着でも十分です。動くことで 赤ちゃんの運動機能は発達しているので着せすぎはかえってそれを妨げてしまいます心配な時は赤ちゃんの背中に手を入れて汗ばんでいたら一枚脱がせてあげましょう肘や膝の裏側が冷たくなっていたら一枚着せてあげてください基本的に手袋や靴下は 外外出時以外必要ありません手や足を自由にしてあげることで五感も発達していきます赤ちゃんはお風呂が大好き生後1ヶ月くらいまではベビーバスを使いおへそがきれいになってお医者さんから許可が出たら大人と一緒に入れますイラストを参考にしてお風呂に必要なものを揃えましょう そしてお風呂の前には必ずご機嫌はいいかな熱が37度5分以上ないかななど赤ちゃんの体調チェックをしましょう授乳後30分以内は吐き戻しがあるためお風呂はやめておきましょうまた赤ちゃんをお風呂に入れる部屋はよく温めておきましょう 冬場は冷たい風が当たる場所や赤ちゃんが普段いるところと温度差がある場所での入浴には十分気をつけてください。お湯の温度は夏は38度、冬は40度、春や秋は39度くらいがちょうどいいですね。赤ちゃんをお湯に入れる前に自分の腕で温度を確認してください。 お風呂に入れる前に赤ちゃんのお着替えと体を拭くタオルをセットしておくとお風呂の跡がスムーズです。次にお風呂の手順です。赤ちゃんを裸にしてガーゼまたは木浴布でくるみ片手で首の後ろもう一方の手でお尻を支えて赤ちゃんを抱き上げ足からゆっくりお湯に入れます。 赤ちゃんが怖くないように、まるちゃん、お風呂に入るよー、などと優しく声をかけてあげましょう。洗面器にお湯を汲んで、そのお湯でガーゼを濡らし、絞ってから、目頭から目尻、さらにおでこ、鼻の下、顎と顔全体を拭きます。ガーゼで頭を濡らし、 石鹸をつけて頭を洗いますガーゼを濡らして石鹸をしっかり洗い流し固く絞ったガーゼで水分を拭き取ります首筋に石鹸をつけて洗いガーゼで石鹸をしっかりと洗い流します首筋は皮膚と皮膚の間のシワに汚れや赤、石鹸がたまりやすいので 丁寧に洗い流しましょう。首筋と同じ要領で腕、胸、お腹、足、股の順に洗います。片方の手で赤ちゃんの脇の下を抱えて赤ちゃんの体を下に向け背中とお尻を洗いガーゼで石鹸を洗い流します。脇の下を支える手が 下に下がりすぎて赤ちゃんの顔がお湯に浸からないよう気をつけましょう背面を洗い終わったら赤ちゃんを仰向けにして一息ほど温め片方の手で首の後ろ、もう片方の手でお尻を支えて赤ちゃんをお湯からあげます洗面器に用意したお湯で最後にかけ湯をします さっぱりして気持ちよかったねーと声をかけてあげましょう体の水分をタオルなどで拭き終わったら親指と人差し指でおへそを軽く開き綿棒で水分を吸い取りますにおいが強かったり炎症があるようなら消毒し必要なら病院を受診しましょうおむつを当てて 衣類を着せます綿棒で耳と鼻の入り口の水分などを優しく拭き取ります。お風呂の手順は以上です。ここからは気をつけたいポイントを紹介します。まず、抱っこひもはさまざまなタイプがあるので、それぞれの特徴を押さえて選びましょう。事故を防止するため、 初めて使用する際には必ず取扱説明書等を読みベルトやストラップはしっかりと締めて使用することが大切ですまた赤ちゃん用のスポーツ飲料には砂糖が含まれているので離乳食開始前の赤ちゃんにはあげないようにしましょう高熱が出たりひどい下痢などで 脱水症状になった時などは使用することがありますが、緊急時以外は必要ありません。次は赤ちゃんと暮らしていく際の大切なお話です。生まれたばかりの赤ちゃんは、お話ができないので、泣くことで大人へメッセージを送っています。赤ちゃんが泣いてしまうと、どうしたらいいか、 わからなくなってしまうかもしれませんが赤ちゃんが泣くのはとても自然なことです泣く前にできることとしては室温やお布団、衣類を快適にしいつもと変わりなく過ごせるように心がけてください冷暖房器具を使うときは赤ちゃんに直接当たらないようにすることもポイントです 赤ちゃんが泣いているときには抱っこをしたりゆらゆら揺れて歌を歌ったり大好きな絵本の読み聞かせもいいですねしかしながらいろいろ試してみてもどうしても赤ちゃんが泣き止まないことは実際にあります泣き声がパパやママにとってストレスになってしまうこともあるかもしれません例えば赤ちゃんは 大人のように眠たい時に気持ちよく眠ることができなかったり夕方になって疲れてくることで泣いてしまうことがあります他にも何が原因かわからないのに泣いていることもあります産後はママもホルモンのバランスなどで気持ちが不安定になりさらに赤ちゃんが泣くことで パニックになってしまうような時もあるかもしれません。そんな時は赤ちゃんを安全な場所に寝かせて、まずは自分をリラックスさせてください。トイレへ行ったり、お茶を一杯飲むだけでも気分は変わりますよ。数分したらもう一度戻って赤ちゃんの様子を確認しましょう。決してやってはいけないことは赤ちゃんをなだめようと、 激ししく揺さぶってしまうことです赤ちゃんの首はまだ座っていないので大きく揺さぶってしまうと脳に出血が生じて障害が残る可能性があります。